紹介するのはこちら、曲がるストロークリアタイプです。本数は150本全部で入っています。今回このような上にジップロックがついたタイプのストローが販売されたので購入してみました。後ろには使用上の注意点等が記載されています。ストローの長さは 210mm で直径が 6mm のタイプになっています。一般的なねストローになります。実はこれリピ買いで、今回で2回目の購入になるんですけど、今までは同じ150本タイプでもこういうジップロックがないタイプで、カラーのストローを購入してましたが、こちらだと、ね、袋が二重になってないので、その分ゴミも少なくて済むし、保管するにもすごく楽になりました。使用するときや補充するときはここのジップロックを開けるだけでさっとストローを取り出すことができます。ストローはこんな感じのクリアタイプのストローになっています。次に紹介するのはこちら、キッズサイズの不織布マスクです。こちらのミニーちゃんの可愛いマスクは5枚入りで、こちらの可愛いプーさんのマスクは6枚入りと、枚数がちょっと1枚ずつ違うんですけど、同じ100円の商品になっています。どちらのマスクも対象年齢が4歳以上となっています。ミニーちゃんの方がこんな感じの紫とピンクのミニーちゃんが描かれたマスクです。後ろの方には使用方法や使用上の注意点等が記載されています。マスクのサイズは 12.5cm×8.5cm となっています。6枚入りのプーさんのマスクはオレンジと黄色のプーさんが描かれています。こちらもとっても可愛いです。で、後ろの方には同じく使用方法、使用上の注意点とこちらの方にサイズなども記載されていて、先ほどのミニーちゃんのマスクと同じで 12.5cm×8.5cm というサイズ感になっています。どちらもここの鼻の部分ですね、鼻の部分にワイヤーが入っているので息もしやすいかなというマスクになっています。実際に袋から出してみました。枚数は1枚少ない。ミニーちゃんの方もプーさんの方もどちらとも材質はあんまり変わらないかなという感じで、厚みも変わらなさそうですね。このような形で上の方にワイヤーが入っていて、ゴム紐の部分も細すぎずなので耳も痛くなりにくいかなというふうに思います。ストックとして購入するのもありだなと思ったので、ぜひお店でチェックしてみてください。次に紹介するのはこちら、積み重ねマルチラックです。こちらは靴の収納コーナーで発見しました。耐荷重は 1.5kg、 日本製の商品になっています。材質はポリプロピレンで、耐熱温度は120度、サイズは 18.2×18.5× 高さが 11.5cm、 内寸の方はこちらのサイズになっています。今回ホワイトしか見つけられなかったんですけど、他のカラーももしかしたらあるのかな、どうなんだろう。ここの方に使用上の注意点が記載されています。大きさになっています。高さはこれぐらいです。すごくシンプルな収納のマルチラックになっています。こちらのラベルは貼られてるわけではないので、ペラッとすぐ剥がすことができます。子供の15センチぐらいまでの靴だったらここに収納できるのかなっていう感じではあるので、ベビーシューズとか収納するのにはすごく役立ちそうです。今回積み重ねて使用したいので2つ購入してみました。積み重ねて使用するときは、ここに記載の通り爪の部分があるので、そこを同じラックの上にはめ込んで使用します。先ほどの表示されていた爪の部分がここになります。このちっちゃい突起の部分が爪になっています。で、こちらをこの上の小さな穴、上部にこの小さな穴があるんですけど、ここに差し込んで使用することで積み重ねすることができます。こんな感じで簡単に積み重ねはできます。ある程度だったらこうやって激しく揺さぶっても大丈夫かな。
ね、簡単にそんな簡単に外れることはなさそうです。このような形で積み重ねておむつ収納として使うこともできます。下におむつを収納して上にお尻拭きをポンって置いたりとか、こういうおむつ用のポリ袋を置いといてさっと取り出しやすくすることも可能です。こんな感じで積み重ねて使用することもできます。おむつの他にはこういうカードゲームの収納とかにも向いているかなと思います。結構こういうね、100均とかでも買えちゃうカードゲーム今いっぱいあるので、このような形で立てて入れてあげると、こんな感じで絵本のように立てて入れてあげるとさっと取り出しやすくなるし、何がどこに入っているかも分かりやすいので収納にもすごくおすすめです。次に紹介するのはこちら、 SNS でもすごく話題のむけるグミです。ダイソーにこういうむけるグミシリーズがたくさんあってすごく気になっていたので購入してみました。むにゅーと皮がむけると書いています。味はね、今回グレープ味を購入してます。ミックス果汁 51% 入っているみたいです。後ろの方には原材料名等が記載されています。カロリーは 100g あたり 315kcal だって、なかなか。内容量は 40g なので、まあ大体 150kcal ぐらいかなという感じですね。原産国名は中国となっています。賞味期限は1年ぐらいあるので、ストックしていても全然 OK かなという感じのお菓子です。チッパーがついているので、一度開けたら、ね、全部食べきっちゃえみたいな感じではないです。中にはグミが入っています。こんな感じのブドウのグミです。本当に剥けるのかな？すごく。紫っていうよりかはちょっと茶色っぽいようなグミですね。ちょっとやってみよう。むぎゅーってやるんだよね。本当に剥けてる？わかんない、わかんない。これは正解なんでしょうか？これで合ってるのかな？なんかわかんないけど、正解だったのかな？なんか全然わかりません。一応中にこんな透明っぽいようなグミが入っています。で、外側がちょっと茶色っぽい紫のグミ、これが中身っていう感じなんですかね。ほい、取れた。中に入っているグミがこれで、外側の皮の役割のグミがこれです。こんな感じです。ちょっと剥くのが難しかったかなっていう感じで、ね、でも楽しいかもしれないですね。味はしっかりとグレープ味で美味しかったです。甘すぎず酸っぱくもなく美味しいグミでした。内容量は全部で個数8個分入っていたので、他の味もちょっと気になるので試してみたいです。ぜひちょっと気になった方、100円なので買ってみてください。次に紹介するのも先ほど紹介したグミのシリーズ、ちょっと違うシリーズかな。でもこっちもむきグミという商品になっています。 3D っていう風に書いてますね。上手にむけるかチャレンジしよう。こちらも今回同じぶどう味を購入してみました。内容量は 62g なので、こちらの方がちょっと多いかなという感じです。賞味期限はやっぱり1年ぐらいありますね。こちらも原産国名は中国という感じ で、中国でこういうむき組みたいのが流行ってるのかな、なんかわかんないんですけど、ね、TikTok とか YouTube とか見ててもなんかこういうショート動画でむき組みが出てきたのでちょっと気になったので2種類今回購入しています。こっちの方は下の方からね、ここがちょっと窓になっていて商品を覗くことができるので、こんな感じなんだっていう風なのが、ね、最初から見れていいですね。中身はこんな感じで個包装になっています。全部で14個入っていました。
で小さい可愛いブドウの形をしたグミが大量に入っていて可愛い。わわわわ。こんな感じのねグミ。こっちの方がちょっとブドウの形がリアルな感じで可愛いんではないでしょうか。実際に剥けるかちょっと試してみようと思います。個包装なのもちょっと嬉しいですね。グミはこんな感じ、親指の爪ぐらいの大きさ、結構小さいグミで一口サイズで食べやすいんじゃないかなと思います。早速剥いてみます。これも中身がこんな感じの透明のグミで、こっちが外の皮の部分のグミになります。実際に食べてみて、このちっちゃいグミの方はちょっとお味が好みではなかったです。正直ちょっと残念。可愛いのにね、なんかブドウっぽい味じゃない、私的にはあんまりブドウ感がない味でした。こっちの今紹介したグミよりもこっちの剥けるグミの方がお味はすごく美味しいので、個人的にはこっちの方がおすすめです。なんかパーティーとかで楽しむ分にはこっちもありかなって思うんですけど、お味がちょっとブドウはね、これ苦手な味でした。最後に紹介するのはこちらです。以前も紹介したメロンバーの素、こちらリピ買いしてきました。スイカバーの素は完売していたので、メロンバーの素を今回2本購入しました。で前回、アイスを作るケースみたいので、こちらの素を凍らせて作ってみたんですけど、すごく美味しかったので今回もう1回リピ買いという形で購入してます。で缶の中身こちら原液となってますので、水 120ml 程度としっかり混ぜてからこのようなアイスの型に入れて固めて食べるんですけど、この型ちょっとね買ってみたんですけど取り出しにくくて、今回はかき氷のあの丸い器にこちらの素を凍らせて、かき氷機で削ってかき氷のような感じで食べようかなと思って購入してみました、すごく楽しみです。では早速作っていきたいと思います。かき氷のカップ1をね3つ用意してます。お水は2缶分なので240ml 用意してます。でこちらのメロンバーの素をお水の中に入れてまずかき混ぜていきます。もう一つ入れていきます。2本分入れ終わりました。しっかり混ぜてからこちらのかき氷のカップに注いでいきます。カップ3つ分に注ぐことができました。固まったらこちらかき氷機で削って、ね、みんなで食べたいなと思います。前回とっても美味しくて、昔60円とか70円ぐらいで買えたダブルソーダーバー、パキって真ん中から割って食べれるダブルソーダーバーの味がするのでとってもおすすめです。100均のお菓子シリーズ他にも気になるものがあったので、また次も紹介できたらなと思っています。今日の動画はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。